なるほど、つばちゃんの字とか絵が好きなんですけども、つば九郎自身が自分の絵を描いたことないから自分の絵を見てみたい。あ、これちょっと時間がかかるかな、ちょっと時間かかる。あ、でも描き始めましたよ、もう。つば九郎何でも描けますからね、いいですしね、回転も早いですから。つば九郎は自分のことが一番自分でよく分かってますから、本当に一番自分のこと一番分かってますから、絵もうまいと思いますよ。フリはい、ドラえもん、なんでドラえもんなの、つば九郎。自分がドラえもんだと思ってんの。ちょっとこう、こういうの形は似てる、フォルムは似てるかもしれないけど、ドラえもんではないですよね。なかなか自分のこと書かないみたいな。はい、つばいもん。いやいや、つばいもんって言われてもね、何もボケとか出ないでしょ。はい、じゃあこちらプレゼント、これでも貴重ですよ。なんか出た、うん、出た、出た、マージャンさんかな。はい、大丈夫だから、はい、大丈夫かな。ポケットがあったらね、つば九郎いっぱい出てきそうです。さあ、誰が出てくるのか。はい、タラダッタラー、ドラフト交渉権確定。なるほど、素晴らしい。ね、交渉権になると真中監督みたいに間違ってないけど、はい、さあ、何でしょう。はい、やっぱり真中監督にあげたい、真中監督にあげたいというわけでございます。あー、間違いグーありましたからね、かね、金本監督びっくりしましたけどね。何年やってんの、はい、これはプレゼントしないんですよ。はい、じゃあ